モリッキー川原みのりのガチスロバトル。さあ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 3回目ですよ。はい、3回目。過去2戦振り返ります？はい、振り返りましょうよ。振り返りたいですか？はい、振り返りましょうよ。はい、過去2戦、はい、私2勝しております。違う、ありがとうございます。みのりんがさ、なんか出しすぎなんだよね。前回絆、絆で5000枚オーバーでしょ。うん、無理だよ。その前、北斗か。北斗、北斗はでも接戦だったんだよ。そう、でもすごいいい台掴んだから。あれでしょ、なんかお告げ来たとかっていう。そう、お告げ来たやつ。変な、そう、変なやつ。そう、今日はね、ちょっとね、お告げはなかった。お告げない。なかったんですよね、お告げないのか。じゃあ勝てる可能性なきにしもあらず。うん、そこは当てにしてる時点でね、ちょっとどうなのって感じなんですけどね。そう、まあ、はい、今回はだから私、みのりんはもうプラス中止で終わるものだともう分かったから、うん、過去2回で、はい、どうやったら勝てるか、うん、私が出せばいいんだよ。まあ、そうですね。そう、みのりんが2000枚プラスなら、はい、私は3000枚出せば、ね、勝負に勝てるわけでしょ。え、そんな今日打つ棋士は何なんですか？今日はもう本気ですよ。はい、おう、パチスロ蒼天の剣2出せます。一回も勝ったことない。一回も勝ったことない。ひどい、本当に。あのね、うん、天寿2回引いてるけど。あ、そんなに？2戦とも負けてる。天寿引いても勝てないんですか？天寿引いても50ゲームだったもん。でね、2回で終わって勝てない。どうやったらいいのかちょっとわかんないですね。そう、わかんないけど。まだね。そう、だから私負けても負けても打ち続けてるから、実はド M なんじゃないかなって最近思い始めてきたところなので。あ、そうなんですか。どうでもいいみたいな顔やめて。あ、ごめんなさい。どう考えてもエスだと思うんで。あ、ですよね。そんなド S のみのりんは、そう、いや、私は S じゃないですけど。ほんとに？はい、S じゃないですよ。 S じゃない。 S でしょ。 S じゃないよ。嘘だよ。いいよ、その談義でここから30分も持ってってもいいけど。絶対 S でしょ。いや、うん、あの、ニュートラル。使い分け、うん、使い分けるタイプ。あ、人によって。そうなんです。まあ、今日私は、はい、鉄拳サードを歌おうと思います。やれるの？一回も勝ったことないです。でしょ、ほら、もう。私もね、鉄拳も勝ったことないから。やばい、私も想定も勝ったことないですよ。なんだろうね。やばくないですか？なんでそれを私たち打とうとしてるの、ね、大丈夫？機種変える？うん、どうしよう。どうしようか、どうしようか。でも今日は、とりあえずだから2人ともプラス人は目標。ああ、なるほどね。頑張りたいなって。初めての勝利を、うん、そうそう、目指して。そう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 。そっかー。じゃあ、鉄拳サードと蒼天の剣2って、どうですかね、2人して最後5万円、5万円みたいな。5万1000円負けと5万2000円負けで私の勝ちみたいな。マイナスのね、泥試合するかもしれないですけれども。泥試合してやりましょう。ダメですよ、頑張りましょう。はい、フラッシュ持っていけるように頑張ります。頑張ります。はい、それでは早速実戦の方に行きましょう。はい、汗かいちゃって。なんかもう外で並んでる間に汗をかいたわけですけれども、みのりんにおっぱい大きい人はここが汗かくんじゃないのっつって、汗もできんじゃないのって聞いたら、できないって言われました。私の巨乳に対する勝手なイメージでした。こうやって拭かないらしい。ちなみにここのホールさん、何度か来たことあるんですけど、角に入ってるイメージは一切ないんですよ。なので、とりあえず角排除でしょ。上げ狙いが好きなので、基本的に稼働してて上がってる台がいいな。とりあえず私はこの台からいきます。ちょっとカニ歩きます。そうね、カーレントとへこみ台。じゃあこれだけちょっとへこみなんで、ここにします。いい、とりあえずちょっと右打とうかな。朝一だからこそちょっと何台か打ってみて、
これ保留みたいな感じ。とりあえずこっちへ来ます。こっちもある意味外から数えたら中か、中から数えたら651番台に移動しました。2,1,5,10 台あんのか。行きます。2日間へこみの台ですので、じゃあ上げ狙いで頑張ります。まあ、とにかく鉄拳サードは、あと鉄拳チャンス、鉄拳チャンスにいっぱい入れば入るほどいいはずなので、まず自力解除ゾーンの鉄拳チャンスに入れることが大事ですね。一応ゲーム数もありますので、まあ、1リッパーだったり200台、400台ですね。移動します。650いきます。3台目650番台不明の時を反玉へよメルド。朝一状態を見たくて打ってるのに、すぐに何かしらのチャンスやと見てしまう。これは日を強い日なのか弱い日なのか難しいところだ。あー行った。お、赤い。
剣チャンスですね、チャンス目から鉄拳チャンスです。ここで決めないと。態度は 50% 以上あるはずなので、私実戦上ではそんなにないんですけど、あるはずなんですよ。チャンスよ、ここからです。お、スイカ、スイカ来ました。Oh!
いに行かないと意味がないんです。これじゃ勝てないです。でも1万2000円で245万円でした。悪くはない、悪くはないです。こっからですね。これは大丈夫。天井で当たりました。もうどうしたらいいんだよ。まあでもまだ天井が浅いからこそね、まだ1万7000円で済んだと思えば、取り返そうと思えば取り返せますからね。まだ折れてない。さあ鉄拳ダッシュ AC に突入です。今日約12分のボーナスです。問題は青の中赤の中なんですよね。ほんと2分1で 50%50% なので、でも今私スイカを引いたくさいですよ。なかなか本当はここでレア役で昇格というか、まあ、赤七のナビが出たりすることもあるんですが、ただねこの2択本当私当たんないんですよ。いつも青ばっかで、一応赤菜の方が、拳を乗せやすい一ボーナスになってます。あっちにこう、なんか無駄に引いてる気がする。ダメ引き、わあ。どっちにしよう。ここで決まります。
よ。朝天井まで回して221枚天井室に全然入ってなかったので1回しか入ってないし、まあ、こんなちょっとじゃ分からないとは思うんですけど、まあ、1リッパーとかまで行ってガイドも考えてます。
初めて爆裂しか行かない。スーフォーランド行かない。ここ大事なとこだな。
リッパもする。全て思い出した。あなたが殺人姿を見せた時の悲しみ。私があなたを愛したこと。大根。休憩みたいなもんなんで、はいです。いや休憩じゃないけどまだ帰りたくない。まだ上海にいたい。全然言い訳行かないしな。もう聞いた。うわどっち、もう閉まった。いけ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 
の緑オーラ期待しちゃうよ。50% もあるんでしたっけ。
まあ、今知ったんですけど、さっきのハーデス 50% で超ハーデスだったみたいですね。おー、ヒントエリカ終わってまいりました。125ゲームまで回した分が返ってきた感じです。ちょっとマイナスかな。どうしようか、決まったな。とりあえず案としては諦めずに焦点を探すか。あなたがやしたとこだな。やんなきゃよかったって言ってる絵がなんとなく目に浮かぶんですよ。現状狙い